教大学元気なくなくいいいいととう話をしたいと思います河合塾偏差値では40代が主力。独協大学ってもう外国語学部って3教科入試やってないんですよね。まあ、2教科、2科目入試が主力で、偏差値も40代が中心の大学になってきている。まあ、偏差値が全てではありませんが、どうもこの独協大学の体調というか、元気のない感じというのは、 皆さん共有してくださるんじゃないのかなと思います。一体、独協はどうしたらいいんだろうというのを考えていきたいと思います。まず、独協大学、僕が受験生の頃は、外国語学部のキラキラ感たるや、上智の外国語、滑ったら独協ぐらいの勢いがあったと思うんですけれど、大きなターニングポイントは2008年です。この年っていうのは、 独協大学にとって悪いことが起きたと僕は思っていて明治大学国際日本学部立教大学異文化コミュニケーション学部法政大学グローバル教養学部がいっぺんに誕生してしまいましたその前に法政は1999年に国際文化ができちゃって要はですね独協大学の目玉である外国語学部っていうものが マーチに国際系学部がどんどんできてしまい、本来、独協に来てくれた人たちはどんどんそっちへ流れてしまったのではないか。で、次なる波が、えー、青山学院は国際政治経済は昔からあったんですけど、相模原に地球社会共生学部ができて、えー、2016年、学習院の国際社会科学、それから2017年、立教大学グローバルリベラルアーツプログラム、2017年には、 東洋大の国際学部と国際際学学部部と観光これも、独協にはは打撃だったはずですそして、とうとう2019年には中央大学の国際経営学部と国際情報学部、2020年は専修大学国際コミュニケーション学部が神保町のど真ん中にできる、2022年、武蔵大国際教養学部、そして2026年には成蹊大学国際競争学部ということで、独、え、協、ー、でなきゃいけないものというのがなくなってしまったんですね。 マーチから生成、名学、えー、東洋、駒澤、手あたりに国際系が増えてしまうと、独協大学の外国語学部と国際教養学部というのがどうしても霞んでしまったのではないか。以前だったら、そのマーチや東洋とかに国際系学部がなかったわけですね。しかもこれらの多くは都心のキャンパスです。これが、独協大学の長期こう低迷イメージになっちゃってるんじゃないのか。 もちろんこれは、独協大学が悪いわけではなくて、他の大学が独協のマーケットを食ってしまってるのかなと思います。そして、個人的には、独協大学のこのなんかパワーのなさみたいなのは、ズバリ文学部がないことだと思うんですよね。外国語はある。で、国際教養学部、言語文化学科っていうのは、まあ、一応リベラルアーツ系なんですけど、文学部ではないわけですね。で、やっぱり僕、文学部がないと、 なんか大学って元気がないなって思っててパッと思いつくのは京都産業大とか拓殖大とかね、えー、やっぱり文学部がないとなんか落ち着かんのですよあ私の感性としてで独協大学にあればそれなりに人気が出ただろうにない学部ってズバリ心理学とか社会学とか歴史だからあとはまあ哲学地理学あたり作れとは言いませんけど芸術学って 青学、正常明治学院にあって結構人気なんですよね。映像、演劇みたいな勉強ができる。あと、やっぱり、この学部構成だと、独教の場合、文学が学べるようには見えないわけですよ。ドイツ文学、英米文学、フランス文学ではないわけですね。あの、上知は両方揃ってるわけですよ。文学部と外国語学部。で、さらに国際系というところなんですが、どうしてもこの独教の文学部ではない。 あとは、まあ、ちょっと余分なっていうか、まあ、おまけって言っちゃ失礼なんですけど、こういう学科あってもいいなという分野として、例えば法学部に政治学科がない、まあ、総合政策はあるんですけどね、あとは社会学がないと社会福祉がない、個人的にはね、あとまあ、図書館情報とか自然科学とか。で、要は、英語嫌いが行く学科がないんですわ。他の大学って、英語が嫌いな場合、日本文学科とか私学科に行けるじゃないですか。社会学科とかも別に英語好きじゃなくてもいいわけですね。で、この、 まあ人気の高い心理社会がない。あのだから正常なんかは作りましたよね。整形も社会学作りましたよね。で、そのあたりを作っとけばなあって思うんですよね。だから、やっぱり二小学者とか対象とかの文学歴史、英語嫌い家紋っていうね。そういうマーケットがあるわけですよ。英語嫌いが行く学科がない。なんかで経済と法みたいな。きっちりした社会科学嫌いな人多いんですよね。 まあ僕もそんな高校生だったんで社会学部行ったわけですけど、この文学、歴史、心理、社会あたりがすごくあの欲しいとこなんですよ。まあ、今更作るわけにもいかんでしょうが、この人文系がないっていうのは、大学のブランドが上がってこない理由の一つじゃないかと僕は思ってます。早稲田や慶応に文学部がないなんて、皆さん想像つかないでしょまあ、あとは圧倒的に立地ですね。あの別に交通の便悪くないんですけど、正直、 あの八王子とかより便利なぐらいですけど埼玉県草加市の、えー、独協大学前駅なんでまあその北関東からは受験生来やすいんですけどまずこれ神奈川が取れない千葉も、まあ、千葉行くのかなとにかく神奈川が取れないで千葉埼玉も東京の真ん中に行きたいということでもともと東京都内に例えば34年生がいて12年生だけこうがいいとかだったらその 思い切って3、4年のキャンパスに統合頑張ったみたいなことができるわけですよ、青山学院や東洋のように。えー、できないわけですね。えー、文京区にある独協中学・高校の敷地狭すぎて大学移れないし、そもそも独協大、歴史が浅いんですよ。戦前からある大学じゃなくて、都心に伝統的なキャンパスってものがない、要はこれ実は、独協大学の創価市って郊外移転じゃないんですね。初めからここに誕生してるんですよ。 生まれななががらの郊外型大大学っていううあたりが中大や法とと違うところなんですねでこの立地が確かに栃木の人とか埼玉の北部の人とかは通いやすいんですけどとにかく神奈川が取れない東京西部が取れないっていうのがイメージ的にどうよと茨城千葉あたりの人は行くんでしょうけどね、えー、どうも僕は独協大学が凋落、まあ、というと失礼なんでその言葉は避けたいんですけど 女子大の不人気と同じ罠ににはまってるるよように見えるんですよその女子大の売りだったその文学部とか国際系キラキラ系ですね語学英語留学みたいなのがまあちょっと今その元気を感じない個人的にはちょっと神田外語もどうなんだろうあんまり元気なのかどうなのかで女子大は文学部持ってて日本文とか持っててで女子大は正直この文学と家政 っていうのがきつい面はあるんですけど、あとリベラルアーツ系の女子大はかなりきついですね。家政学部持ってないとこ。ただ、正城政経国学院武蔵明治学院学習院ってやっぱり分厚い文学部こそが大学の人気を支えてるんですよね。で、これがちょっと独協のやっぱりその文学部がないで。語学、英語、留学だったらもうマーチや東洋もいいみたいになっちゃってて、あとやっぱり目玉のはずの外国語学部が 一般選抜で二教科入試しかやってないっていうのはかなり僕は良くないと思う。要は三教科であのマーチ・ニットコマ線的な高校偏差値57以上高校を全部敵に回してる。特に社会の先生を。と僕は思うんですよ。二教科入試やってもいいんですよ。ただこれを中心にしてはいけない。それどころか独教は三教科から撤退している。えー、っと、学部はまだ三教科やってる。外国語が撤退しているのはすごく良くないと思う。で 推薦率非公表なんで、もう一般で入る大学じゃないっていうマーケットに突入しています。これ、あのいつも引用している大文社の大学の真の実力で、慶応と明治と立教も非公表なのは、個人的にはいかがなものかと思うんですけど、これらはブランド落ちないからいいんですよ、隠しても。隠してほしくないですけどね。特に最近隠した明治さんは、僕は明治大学愛してるので、ぜひとも復活していただきたい。慶応と立教も隠すのはやめてほしい。で、 独協、えー、が隠してるとぶっちゃけ落ち目に見えるんですよもう指定校推薦とか総合型選抜でバキバキに取ってしまってて一般選抜入学者がいないから隠してるように見えますこどんなに数字が悪くても公表してください公表しなければもう独協は生成明学国学院武蔵とは同じマーケットにはいられないという感じがする ちゃんと上のマーケットに帰ってこないといけない。三強化はやるべき。推薦比率は公表すべき。帰ってらっしゃい、こっちの市場へと。もし皆さんがブランドを上げたければです。さて、今更ですが、どうすればよかったのか。2000年頃の余力があるうちに都内に全面移転すべきだったのか。ただ、東洋や青学みたいに、山手線内に本部キャンパス持ってるわけじゃない。そして、 いつも気になる、えー、独協中学高校、すごくいい立地、日本女子のすぐそば、江戸川橋、あのー、立地いいんですけど、ここは大学は入れない。で、別に、東部、伊勢崎沿線にこだわらなくていいと思うんですけどね。だって、その、足立区とか、墨田区とかあたりに、えー、じゃあ、都心キャンパスでござい、ドーンだから、あれだな、東京電気大学の北千住の駅前のキャンパス、最高ですけどね。 もしあれを東京電気大学よりも先に手に入れてたら時代は変わったかもしれない。北千住駅前に、独協大学、ドーン、ビル4本みたいな。まあ、個人的には東京電気大学、僕、神田の立地もすごく好きだったんで、なんとか撤退しないでほしかったけど、まあ、北千住駅前ならすごく良いのでいいと思います。ただ、あの北千住駅前、もしも独協が全面移転してたら時代は変わってたかもしれない。あとは、 やっぱり総合大学の人文系文学部や社会学部を作っておけばもうちょっとこの生成名学国学院グループにし,こうしがみついていけたんじゃないのかな今さらですけど社会学部作る大東文化やアジアっていうのはまだなんとか日東コマセンマーケットに必死で食らいついていくぞ人文社会系を持っているっていうのは大事なんだっていうのが正直独協よりは分かってると思う。 アジア大学も国際関係学部が目玉で、経済経営法が、まあ、基本、アジアって経営学部が当初の目玉の大学なんですけど、で、大東文化は人文系はむちゃくちゃ分厚くって、で、経済経営法はあるから、社会学部を作ることで文系総合大としてはますますパワーアップはしておると。で、あのー、文学部ってなんか軽んじられがちなんですけど、僕は早稲田慶応とか中央とかの文学部大好きなんですよ。やっぱり文、文学部って、 得体の知れない文化人が出るんですよあの別に外資系とか金融とかそういう会社行くんじゃなくて文学部って映画監督とか小説家とか俳優タレント芸能人漫画家アナウンサーみたいな人が文学部や社会学部って出てきやすいのかなでそういう人こそがその大学を代表する著名人になっていくわけですよ明治も中央も法政ももちろんあの経済とか法の人もいますけどねでもやっぱり文学部人文系の こう暇余力がある変なことをやるそういうところから文化人が出て大学の名を挙げていく結局はその,その大学を代表する人間になる、まあ、明治なんかあの工学部や農学部のタレントもいますけどあの人文系の持ってる得体の知れない力ってあって独協に文学部があれば時代は変わったのかなどうなんだろうどうでしょうね。 じゃあ今からどうすればいいのかっていうことで今国が情報データサイエンス系と環境農学系の学部だったらどんどん応援してくれるんですけどじゃあ独協大学が情報系データサイエンス学部立教みたいに環境学部作るかっていうとまあちょっと余力がなさそうですね。でもしデータサイエンス系学部作って、えー、経済経営データサイエンスは郊外に残し 独協大学の目玉の外国語学部と国際教養学部だけでも都内へ移すどうでしょう土地あるんでしょうかうまいこと北千住あたりにあるといいんですが。あとはまあ、ど協医科大と合併して帝京大学とか順天堂とか北里みたいに医療系大学グループオーラをどんどん出していく。だから、独協大学医学部。それはね、これいいっすよ。キャンパスは別に今の栃木県のままでいいので。で、ど協医科大は、 医学と看護持ってますけど、えー、もうニッチもさっちもいかない姫路独協大学もの医療保険学部を統合しますもうやるしかないそうすると、えー、理学療法作業療法言語聴覚臨床工学が手に入りますからそれこそ北里や順天堂みたいな医療系総合大学化するこの度姫路独協の薬学部等々募集停止してしまいましたがまだ教授はいるわけで今だったら独協医科大改め独協大学は医学薬学看護 そして、えー、リハビリテーション系と揃えれば、本当に提供グループみたいに、医療系総合大学っていうブランドで、こう、ガツンといけるんじゃないのどうなんだろうということで、まあ、まあ、余計なお世話だと思うんですけど、正直、この、独協大学はこれからどうした方がいいのかなみたいなことは、私は考えてます。